ハイブリッド方式で梅雨も夏も冬も年中パワフル除湿、パナソニックの衣類乾燥除湿機。湿った空気を吸い込んで内部で空気の温度差を作り、結露させることで湿気を取り、乾いた空気をお部屋に戻す。これが衣類乾燥除湿機のメカニズム。空気の温度差の作り方の違いで、コンプレッサー方式とデシカント方式の2つがあります。パナソニックはこの2つの方式の長所を生かし短所を克服する独自のハイブリッド方式を開発し採用しています。まずはコンプレッサー方式の長所と短所です。例えば気温の高い夏の部屋、冷たい飲み物の入ったコップにはすぐ水滴がつきますよね。実はこれ、湿った暖かい空気がコップの表面で冷やされることで生まれる水滴なんです。この原理を生かして冷却器で空気を冷やして湿気を取るのがコンプレッサー方式。気温の高い夏は優れた除湿能力を発揮します。一方、冬はそもそも空気も冷たいので除湿能力が落ちてしまうのがデメリット。夏に強く、冬は苦手。これがコンプレッサー方式の長所と短所です。次にデシカント方式。乾燥剤に水分を吸着させて除湿する方式です。乾燥剤は夏はもちろん、気温が低い冬でもしっかり水分を吸着します。例えば水を吸ったスポンジにヒーターで温めた空気を当てると、冷たいガラスに水滴が。この原理を生かしたのがデシカント方式です。気温を問わず夏も冬も高い除湿能力を発揮するのが長所ですが、ヒーターを使うので電気代がかかるのが短所です。パナソニックのハイブリッド方式はそれぞれの方式の長所を生かし短所を補います。夏に強いコンプレッサー方式と冬も強いデシカント方式をダブルで搭載。温度と湿度に合わせて2つの方式の運転比率を自動で制御することで、それぞれの方式の短所を克服。一年中高い除湿能力を発揮しながら無駄な電気代も抑えます。独自のハイブリッド方式で梅雨も夏も冬もパワフル除湿。選ぶならパナソニックの衣類乾燥除湿機です。